皆さんこんにちは。今からビッグカリエンテホットスプリングに行ってきます。行きましょう皆さん。皆さんこんにちは。今回はサンタバーバラの温泉に挑戦したのを動画にしました。最初の目的地はビッグカリエンテホットスプリングだったのですが、最終的にはホットスプリングキャニオントレイルヘッドにたどり着きます。カチャって音がした。それではまず前編をお楽しみください。おはようございます、健太郎さん。そうよ。今日どこ行きます？行った方がいいと思うよ。今日はサンタバーバー、この前行ったところのもっと奥のところ。やっぱ名前見た方がいいと思う。あ、まちょっと本見ないと。なんか行ってほしい。でもさ、今日はどこ行きます？行った方がいいと思う。ここ行っちゃいます。ここ行きます。はい。46リロカリエンテホットスプリング。こちらでございます。いつだろう？昨日何食べたか言って、冗談抜きで、うん、丸一日。別に嘘つく必要ないじゃん。もう大岡さんに言う人いるじゃん。あ、時間がかかったって言って、本当は1時間ぐらいかかったりとさ、お前か、1食 10 hours とかって言う人いるじゃん。今日のテスト勉強何時間やったのって言って、私何もしてないよ、だいたい3時間ぐらいとか言っときながら10時間勉強してしまうこと。てか、まあ、なんか大岡さんに言うっていうね、その全くなしで、本当に食べたもん言っていい？おにぎり1個。なんか嵐のとこに、嵐のとこに潰されそうな家だね、これ。ね、ここが、右ってどこだい？どこなのこれ。ワンウェイ、そこ？これかな？スカモキャニオンロード。違う。スカモキャニオン、ここじゃない右。ここ見て、ここで写真撮りたい。写真撮りたい。撮って。マジ？皆さん、こんにちは。曇りの間から、ブルースカイが見えてきました。ということは、曇りの上に行きます。ここは、標高 5860km の、カリフォルニアでも3番目に高い山になります。なんで知ってる？嘘。あ、来たよ。あ、ここちょっと待って、あった。ビッグカリエンテホットスプリング。どこ？ほら右だ。本当だ、17マイルって書いてある。行って早く。キャーと、こういう対向車がいるのでくれぐれも気をつけましょう。今曇りからも、うん、曇りから晴れてないよ。別に晴れてるの。あ、ちょっと待って、止まって。ここ。ちょっと待って、なんで動くの？Do you know how to go to hot spring? Close. It's close? How long it's gonna take? 10 miles. Walking? Dirt road, yeah. Oh, so when they're gonna open this one? This gate. I think it's closed for a high fire danger.It's a big weekend for firing. So I guess we have to go back, right? Yeah, I don't know. We'll go to another one. Where? Is it close to here? Hour drive. Like Gaviota? Uh-oh, Gaviota, uh-huh. Yeah. Okay, right. Cool. Thank you so much. Thank you very much. Road close です。学士でーす。学士でーす。あ、多分ここだ。ご存知の通り、ビッグカレンタはロードクロースのために行きませんでした。なので、気持ちを切り替えて他の温泉を目指します。ビッグカリエンテの入り口から大体30分程度離れたところに位置するホットスプリングキャニオントレイルヘッドに向かいます。
この持ってくんだよ多分。持ってこ。うん。持ってこ。私がちゃちゃ説明するから、はい、ここのこれがあります。はい、行くよ。 1.3 マイルって遠くない？もう早くちゃちゃと歩こう。はい、説明してください、健太郎さん。はい、 0.7 マイル半分だ。ハッスプリングループスループこっち行くか。うん、もう早くちゃちゃと歩こう。あったかい。うん、この上かな。そう、嘘。登るじゃん。絶対この上にあるって。ない？罰ゲームだったのこれは。罰ゲーム？すごい騙された。もうこうなってると YouTube の皆さんも一緒になって騙されてくださる感じよね。うん。こんな頑張ったのに。じゃあそういう風に編集します。いやー、これは詐欺やろ。詐欺、詐欺、インターネット詐欺、騙されて。インターネット詐欺。今から帰んのこれ。これ大変じゃん、降りる時の方が。早くちゃちゃと歩こう。サンタバーバラのラーメン屋探して食べよう。家に着くのに家に着くとこに行くと。